前回に引き続いてですね、まあ、ステーブルディフュージョンの、まあ、触りを、まあ、プログラムを使うとこんなことができますよっていうのをちょっとやっていきたいかなというふうに思っています。で、今日はその後で、このま、2、3週間の間に、まあ、AI 関連の、まあ、話題として、今話題沸騰しているものが一つあるので、まあ、チャット GPT をちょっと触ってみようかな、みんなで、というふうに思っています。それでは、本日も、始めていければいいかなと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね。前回のおさらいなんですけど、こちらの、まあ、僕がよく、まあ、チュートリアルとして使っている、ファースト AI という、まあ、非営利団体ですね。コンピュータサイエンスのバックグラウンドを持たない人向けに、まあ、基本的には無料で、ディープラーニングを教えている、まあ、非営利団体があって、そこの、チュートリアルで、まあ、ステーブルディフュージョンを使ってみようというものがあったので、それをまあ一緒にやっていくというのが、まあ、前回と今回の趣旨です。で、まあ、順番に基本的にこれ、もう、ポチポチ実行していくと、プログラムが実行できますよというものなので、それほど難しいものではないんですけど、まあ、前回のおさらいでですね、pip install っていうの、まあ、必要なモジュール、ライブラリをインストールしました。で、これもまあ、必要なものをインストールするっていうのと、ここかな？このコマンドで、まあ、なんだろう。ハギングフェイスという、ステーブルディフュージョンの元になっているライブラリを作っ、まあ、提供してくれている、まあ、会社、オープンソースのプロジェクトがあって、そこの、まあ、パスワード的なものを入れてねっていうのを、まあ、やったのがここでした。で、実際にモデルをダウンロードしたりとかっていうのはこの1行で、まあ、ステーブルディフュージョンの、まあ、バージョン 1.4、まあ、今、多分ね、2が出てるんで、もうちょっと新しいやつあると思うんですけど、をダウンロードしました。で、その後で、まあ、プロンプトとして、宇宙飛行士が、まあ、馬に乗っているとかっていう、タイトルで、実際に実行すると、まあ、こんな感じで、絵が作られますよ、と。まあ、こんな感じのものも作れます。で、そうだ。質問等あったら、随時しちゃって構わないです。で、前回画像見えてなかったところが、一応ここなんですけど、ステーブルディフュージョン自体は、もともとまあ、ノイズから始まって、ちょっとずつノイズを、まあ、取っていくっていう作業を、まあ、なんだろう、50ステップとかだと、50回ノイズを取り除くとかっていう作業をしながら、ちょっとずつ画像を作っていくというようなモデルになっていて、まあこんな感じでちょっとずつちょっとずつですね。まあ、これはまあ、サンプルで手書きの文字の例ですけど、作っているというような仕組みになっています。で、まあ前回やったおさらいですけど、3ステップだけだとこの程度の画像しかできないけど、まあ、16ステップまでやると、まあ、このぐらいの画像が表示されます。まあ、作成されますよ、と。で、多分、デフォルト50とかになってるんで、そこから先50回ぐらいやるともっと綺麗なものになります。というような配達しです。で、まあ、あと、テキストをどのぐらい使うか、強く使うか、みたいなことを一応指定して、やりましたと。で、まあ、その、スコアが、まあ、1.13714 とかっていうのを入れてあげると、まあ、それに応じて出てくるような、まあ、ちょっとね、バージョンが 1.4 っていうのもあってかな、なんだこれっていうような画像も多いけど、まあ、だんだん求めているものっぽいのが、まあ、出てくるというようなものになっています。で、前回ほぼほぼここら辺までやって、最後に確か、ネガティブプロンプトについて、お話をしました。ネガティブプロンプトってどういうことかっていうと、まあ、プロンプトっていうのはこの、テキストのことですね。まあ、フェルメールのスタイルの、まあ、ラブラドールを書いてねっていうのが、プロンプト、テキストの命令です。で、これを使って絵を描くと、
まあ、こんな感じで、まあ、それっぽい、犬が、ラブラドールが、まあ、綺麗に出てきます、というのが、まずあります。で、ネガティブって書いてあるところから、まあ、イメージもつくと思うんですけど、ここに、まあ、特定の単語の、気球を、まあ、マイナス方向に行かせることもできますよっていうのが、まあ、前回もしかしたらこの辺までやったかもしれないんですけど、まあ、パイプの中にプロンプト、テキストをぶち込んで、そこにオプションとして、ネガティブプロンプトイコールブルーってやると、なんだろうな、ブルーを聞かせたいんだったら、例えば、イズブルー、なんだろう、アフラー、なんちゃらとかっていうのを書くと、これが強調されると思うんだけど、ブルーをネガティブにすると、ブルーが光れるので、まあ、色がなくなってるっていう、まあ、そういうことも、できるということになっています。で、まあ、ここら辺まで前回やったかなというところですね。で、まあ、今までまあ、どういうことやったかというと、まあ、テキスト、ステーブルディフュージョン、まあ、DALL-E 2とかも、基本的には、まあ、テキストを画像にするものっていうふうに、まあ、思っていると思うんですけど、まあ、本来は、まあ、ノイズを、画像にするもので、で、本来は、まあ、ノイズを画像にするものでしたと。で、同じように、画像をインプットして、まあ、画像を出すというようなことも、まあ、当然できますと。で、それを、まあ、ちょっとじゃあやってみましょうというと、まあ、これは、同じものじゃダメなのか。イメージとイメージのパイプラインを、まあ、ハギングスペースからダウンロードしてきますよ、と。で、その後で、まあ、同じようにパイプっていう名前で、パイプラインを定義します。で、今度はここで、一個もうすでに一回やっちゃってるんであれだけど、この画像を、このなんか手書きの落書きみたいな画像を拾ってきて、こいつを、まあ出発点として、これを入れて、まあ新しいものにするとかっていうのを、まあちょっとやってみましょうと。まあ今まで通りですね、この torch.manual_scene っていうのはおまじないだけ、ここに数字を指定すると毎回同じものが出てきます。これをやらないと、まあ、ランダムに毎回違うものが出ちゃいます。っていうようなまじないでした。で、プロンプトで、まあ、ウーフ、ハウリング・アザ・ムーンとか書いてあるんで、月の上で吠えている狼で、なんだ、フォトリアリスティック 4K っていうので、まあ、高精細で書いてねっていう、仕組みを指定します。で、ちなみにですね、ちょっとさっきやったら、ページじゃなくてもいいのか。元々のプログラムが若干動かないことになっていて、エラーになったんです。これ、まあ、若干ハギングフェイスが、プログラムを変えたようで、ここにイニットイメージってなってるパラメーターが、まあ、イメージに変わっちゃったんだよね。なので元々のやつだとエラーになっちゃうと思うんですけど、まあ、イニットイメージはイメージに変えると普通に動きますよと。この線は精度っていうことですか？この線はね、実はアーギュメント、乱数です。なんて言ったらいいのかな、こう。あれ、なんで動かないのかな？ちょっと待ってね。一個一個やっていかなかったからかな。上から。飛ばしちゃったから動かなくなっちゃったかな。
例えば、インポート、やるために変わると思うんですけど、この乱数の数字が変わると、出てくるもの、毎回変わっちゃうんだよね。で、ちなみにこれは、なぜ、動かなくなっちゃったのかな。アンがダウンロードされてないかな。ちょうどいいので、一旦これをダウンロードして、ダウンロードして、この後さっきの、こいつについてちょこっと解説します。ダウンロードをされるかな。来たか。で、この画像もダウンロードして、ここで多分、これもいいはず。イメージであるはず。何をしてるかっていうと、この、手書きの落書きをぶち込んで、こういう写真が出てきますよっていう例です。で、ちなみに今エラーになっちゃったのは何かっていうと、さっき上の方でパイプっていうのをどっかで、パイプっていうのを、ここだ。ここでパイプっていうのを、ステーブルディフュージョンパイプラインっていうので定義しているんだけど、こいつにはイメージっていう、オプションがなかったんだよね。で、問題ここで、これだ。同じ名前で定義してるんで、同じ名前で、だから、前のものが使われてたのでエラーになっちゃったと。本当は別の名前とかにした方がいいよね。で、ここで、例えばだけど、この線っていうのを、例えば、別の線、1とかに変えると、さっきです。残してやがったかな。見てわかると思うんだけど、明らかに違うやつが出てくるんだよね。で、例えば、これを、じゃあ、14とかにすると、乱数を指定しなければ、やるたびに違うものが出てくる。で、実際こう、テーブルディフュージョンのサイトとかで、実行すると、同じプロンプトをぶち込んでも、毎回ちょっとずつ違う結果が返ってくると思うんだけど、それは、乱数の最初の値とかが毎回ランダムにするので、スタートするノイズが、毎回ちょっとずつ違うので、こう結果が変わっちゃうんだよね。で、これ見てもらうとちょっとわかると思うんだけど、実はファースト AI もちょっといやらしいことをしていて、線に戻すと多分出てくるやつが、線に戻して出てくるやつが、一番かっこいいんだよね。これがすごくどれも綺麗なやつが出てきていて、線1だと、これとこれは許せなくはないけど、これもなんだかわかんないし、こっちにしても、これもね、真ん中はちょっともうね、狼じゃないしさ、一番最初のやつってもうちょっと若干化け物になっちゃってるので、
まあ、ステップボディフュージョンで遊んでくれた方は分かったと思うんだけど、毎回毎回必ずしもいい感じのものが出てくるわけじゃなくて、微妙なやつも結構出てくる。で、その中で、まあ、選んだりとかすると思うんだけど、同じような趣旨で、多分ね、ファースト AI の、これ作った、まあ、ジェレミー・フォワードが自分で作ったか分かんないんだけど、作った人が、まあ、いくつか試して、良かったやつを、毎回出るように固定したっていう、まあ、ことですね。もうちょっと言うと、再現性で同じものが出ないと、まあ、チェックできないので、まあ、再現性があるように固定したっていうものになってて。で、ですね、ちなみにこのイメージとイメージの仕組みはどうなってんですかっていうと、まあ、実はすごく簡単な仕組みで、まあ、テキストを、まあ、ベクターにして、ノイズを、ベクター、まあ、ベクトル、まあ、ベクトルの方がいいか。にして、まあ、ベクトル1、ベクトル2とかにして、ベクトル1とベクトル2を足して、で、そいつを、モデルに突っ込むを、例えば50回、繰り返し、繰り返し、みたいなことで、まあ、ちょっとずつ、このノイズをちょっとずつちょっとずついい感じのものにしています。で、まあ、3回しかステップやってないと、まあ、こんな感じで、16回やると、こんな感じっていうような言い方をしていって、画像をインプットするっていうのは、実は何をやっているかってすごい簡単なことをやっていて、例えば、25回のところの、成果物を、成果物として、まあ、指定した画像を使って、まあ、25回目からスタートして、まあ、残りの25回をやるみたいな感じのことをしてます。イメージとしては、この落書きを、まあ、出発点というか、こう、ノイズから25回ぐらいにしたものがこれだったと仮定して、そこから、テキストとセットで、25回ぐらい多分、いい感じにすると、まあ、こんな感じになっちゃうと。で、まあ、あと最後、こんなこともできますよっていうのを、一応やろうかなっていうふうに思っていて、これ画像、まあ、何個あるんですかっていうと、まあ、当然3個ありますよと。で、まあ、なんで3個あるかって、この、この、まあ、これが0番目で、これが1番目で、右側が3番目だから、まあ、画像3つあるんで3個あります。で、2を指定してるんで、一番右側の3番目のやつを、まあ、指定して、ユニットイメージっていう名前を付けてあげて、で、こいつに、まあ、オイルペインティングオブ、まあ、月に向かって吠えている狼を、まあ、油絵にして、それを、まあ、ゴッホが描いたようにしてね、っていう風に、変更して、まあ、なんだろう、さっきと全く同じ画像から画像っていうのをやると、まあ、こんな感じで、ゴッホ風の月に向かって吠える狼が、描けると。当然、ここを、当然、ここを別の画家にすると、まあ、別の画家になりますよ、ということで、ですね。フェルメールってあったよね、さっき。
ベルメールっていう人のスタイルをほとんど知らないけど、例えば、これをゴッホじゃなくて、まあ、フェルメールって変えると、これがまあフェルメール風なのか。フェルメールなる画家の特徴を僕は知らないので、合ってんのかなこれって、ちょっと言うところはあるけど、言うところはあるけど、ゴッホがこんな感じで、フェルメールがこんな感じということで、まあ一応、まあ特徴を捉えて、いるのかなと思うような感じになっています。ここまでを一応一通りやろうかなと思っていたんですけど、ここまで質問と、あとはちょっと自分で、コラボでやってみようと思ったけど、うまくできなかったよとか、質問がある方がいたらお聞きしようと思うんですけど、どんな感じですかね。いうことであれば、まあ、大丈夫かなというふうに思っています。で、ここで、まあ、ちょっと注意してほしいのが、まあ、さっき、まあ、シード1000に固定したときは、まあまあ、かっこいいな。ビジネス用途で使おうと思うと、まあ、エンタープライズでやっぱちょっと使いにくいんだよね。なんだかんだ言っても。で、結果として、まあ、ビジネス用途では、まあ、結構これを自分たちなりにファインチューニングして使い始めている会社とかが、日本でどのくらいあるかわかんないけど、海外だと出始めているかなと思って、います。まあ、あとはファインチューニングのテクニックとして、ちょっとね、従来のファインチューニングとは、まあ、異なる概念のものがあって、これいきなりだと結構厳しいかもしれないんだけど、まあ、テクスチャーインバージョンって書いてあるのは、従来のね、ファインチューニングとはちょっと異なる概念なんで、ちょっとね、うまく伝わるかわかんないんですけど、一言で言うと、あれ、新しい単語を一個だけ覚えさせるっていうことをやってます。で、これ何ですかっていうと、ここに、この人はもうね、とある人がもう作ってくれたやつを実験しただけなんですけど、ある人がこのワーターカラーポートレートっていうのを、しかもこの鍵カッコ付きで、一個だけ単語としてですね、まあ、登録したんですよ。で、それを登録すると、全部こういうような、イメージになるっていうようなものを、意図的に、なんかこう、従来のファインチューニングだと一つ目的のために全体を最適化するんだけど、一個単語を覚えさせるみたいなことをやってて、それがまあテクスチャルインバージョンと呼ばれているもの。で、新しい単語を覚えさせたので、自分のスタイルに変えられますよと。まあ、あんまり用途があるかわかんないけど、まあ自分がこう、アーティストで、すべてを私のスタイルに変えられるんですよっていう、専用のものを作って公開すると、みんな自分のスタイルにできますよみたいなことが公開できるっていうようなことができたりとか。まあ、あとは、これさっき動かなかったんでちょっとあれですけど、あとはまあファインチューニングの一例として、ちょっと面白いなって思ったのが、元々、SKS っていう単語は、あんまり使われてないけど、一応、まあ、ある単語なんだよね。で、その SKS っていう単語を、まあ、ジェレミー・ホワードっていう、この、ファースト AI の、まあ、創設者の顔ですっていうふうに、無理やり覚え込ませるファインチューニングをした人がいて、まあ、ペインティング・オブ・ SKS って書いたら、
もうジェレミー・フォワードが出てくるように、もう強制的になってますっていう。で、このポールなんちゃらっていうのは画家の名前で、そうすると、まあ、SKS と何の関係もないんだけど、SKS って言ったらこれっていうふうにもう強制的に覚えさせたので、まあ、ジェレミー・フォワードがこのポールなんちゃらのスタイルで、まあ、出てくると。いったような、まあ、ファインチューニングが可能になっています。まあ、なかなか面白いかなというふうに思っていて、一応まあ、一旦ステーブルジフィールドに関してはこのくらいにしておこうと思うんですけど、